こんにちは。こんにちは。どうも、埼玉はわらびから全国へ向けて OIKJ が発信する音楽番組ボイスのお時間です。よいしょ。第3回目になります。これはロック3回目です。はい、はい。自己紹介します。 OIKJ ボーカル安治です。よろしくお願いします。ドラムの修吾です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、ボイス3回目始まったわけなんですけれども、はい、もうすっかり季節はもう涼しくもなりまして、半袖だけど、いやいやいや、僕はね、これはあの紅葉をちょっとイメージした感じで、うん、全然緑してますね。まあ僕の衣装のことはさておきね、はい、季節はすっかり、はい、秋になってきたわけなんですけれども、はい、なんかさっき修吾君が言ってたあの秋バテって言葉があるの？そうそう、なんかねテレビで見たんですけど、うんうん、どういう症状なのそれは？なんか夏バテみたいな症状があって、うん、夏暑い中頑張って夏バテしないようにって言ってこらえてきて、うん、涼しくなった途端に、うん、急に体調が悪くなったりするらしい、うんうん、そういう状態？俺は大丈夫です。大丈夫。僕は俺じゃあそういう状態ですちょっと若干鼻声でもありますね。頑張ってください。なので、ね、多分テレビ見てる人もねきっと秋バテの人いるかと思うんですけど、はい、吹っ飛ばしていただきたいなと。あ、吹っ飛ばせる番組にしていきたいなと。じゃあ大事だ。100倍返しです。何でもいいですね、吹っ飛ばしていけたらいいな、いいかなと思っておりますけれども、はい、なんか修吾くん、10月なのに修吾くんがねすごく黒いということで、なんでか知らないけど、いや、あのものすごいですよね。これ実はですね、この皮がむけている、あの、はい、念願かなってついにあの初サーフィンしてきたんですよ。なるほど。5年ぐらい前から、ええ、サーフィンやりたいやりたいやりたい、始める始める、うん、今年こそ始めるってスクールみたいのに申し込んで九十九里浜まで行ってやってきたんですよ、うん、で2時間ぐらいこうなんか座学みたいのして。あ、もう勉強するんですか？そうで、トレーニングルームで部屋に置いてあるサーフボードの上でこうやってやりますみたいにして、うん、海行って2時間半やって1回しか乗れない。たった1回でもすげえ楽しかった。じゃあもうセンスないってことですね。うるさいな。センスなくえ、だって座学2時間でしょ？いやいや、まあね、そうそう最初からうまくはいかないんですけど、なんとか、まあ、1回乗れて、最終的にそのボードの上で揺られて船酔いみたいになって途中で休憩するっていう情けない感じだったんですけど、それでなってしまった。あの、まあ、あの今月はね誕生日月なので、はい、あのウエットスーツとかサーフボードのプレゼントも。なるほど。ボイスをご利用いただいて誕生日プレゼントを募集するのはいかがですよ。嘘です。はい、ということでそんな YKJ なんですけれども、はい、今日は第3回目ということで、はい、この後は、素敵なね、ゲストが来ますので、はい、僕らにとってあの可愛い、ね、僕らにとって可愛いとか言うとちょっと誤解を生む可能性があるから。あ、男の子たちなんです。可愛い男の子たち、違う、可愛い後輩が出てきます。出てきますね、はい、CM の後は、はい、ゲストが登場ということでお楽しみください。よろしくお願いします。ではボイス第3回、はい、スタートします。イエーイ。はい、ということでお待ちかねのゲストコーナーのお時間ですけれども、ご紹介します。リアクションザブッタのお三方でーす。おはようございます。お願いします。どうぞ。じゃあ自己紹介の方ちょっとね、はい、簡単に、すいません、お願いします。はい、はい、埼玉出身のリアクションザブッタです。自分ボーカル、あとベースをやってます。佐々木直人です。いやー、直人くんくんギターとコーラスやってます木田健太郎です。よろしくお願いします。木田っち。ドラムの本間風里です。よろしくお願いします。風里お願いします。ということで、リアクションザブッタが今日は、ね、ゲストに来てくれたわけなんですけど、本当にありがとうございます。僕たちはもうだいぶ存じてるんですけどなんかどんなバンドなのかっていうところをちょっと、はい、本当に紹介してもらえたら、うん、ここ埼玉出身で、うん、本当高校時代から今6年目ですね、うん、3人でずっとやってきて、自分とこの木田は小中同じ、うん、小学校中学校、まあ、一緒にサッカーとかやってて、うん、同じ部活で、そうで、ここ高校で別れるんですよ、僕は、うん、で今度喧嘩がちょっと進学でね、進学でね、でここドラムと、
自分が高校で一緒になって、なるほど。で元々は後ろの2人はこう知り合いじゃなかったんですけど、いまだによそよそしてちょっとまだ距離はそんなことないですよ。ありつつ、おう、そうそう、それで、まあね、バンドやろうぜとなり、うん、2人を引き合わせて、うん、そう気づいたら、まあ、ここ2人の方が仲良くなるっていう。フーリはわらびの出身なの？そう、俺わらび、もうずっと小学校も中学校もわらびで。アピールした方がいい、アピールした方がいいって、マジでわらびのテレビなんだから。わらびにずっともうお世話になってます。わらび最高です。イエーイ。ということで、ここからはね、フーリと3人でお送りどなたが主に曲、楽曲を自分が書きます。作詞作曲で、まあ、でもこれは本当ずっと当初から自分がずっとやっていて、うん、まあ、こだわりは本当にこう、でも日常のことを基本的には歌いたくて、まあ、自分が曲を持っていって2人といろいろやりながら曲はできていくんですけど、うん、でもここのやり取りで生まれることも結構あって、まあ、自分だけでできないこともあるし、曲作る側からの質問があって、はい、あの僕なんかはギターとか、うん、まあ、たまにピアノとかでやるんですけど、ベースじゃないですか。そうです。楽曲作るときはベースで作るんですか、それとも他の鍵盤とかギターとかを、はい、ずっとベースで作ってたんですよ。へー。頭にメロディーが浮かぶことがまず最初にあったりして、でそこからやっぱベースでつけていく感じだから、キーというか音程というかコードをベースでやっていきます、設定すると。でそこから広げてもらってみたいな。じゃあ2人のね、その妄想力というか働かせる想像力も相当なものが要求されるよね。特に木田くんなんかはギターなので、ね、どういうフレーズを弾いてみたいな、はい、どういう弾き方でみたいな、ちょっとごめんなさい、ちょっとあの真面目な話はやめますか。いや、音楽番組大丈夫。なんか割とその歌詞を聞くんですけど、その歌詞の世界観にからそのフレーズが出てくることが多いですね。わあ、この間までレコーディングされてましたね。してました、はい、終わったんですか、無事に。終わりました。あ、お疲れ様でした。ちょっとこのフライヤーがあるんですけども、はいはい、10月の18日に、リアクションザブッダニューミニアルバム、9曲入りです。ダイヤル9というタイトルがついたアルバムが出ます。イエーイ。楽しみですよこれ。10月の18日金曜日です。リリースということで、それに合わせてなんかあれですよね、ライブも、はい、ハーツでやります。ありますね、この10月の18日に、はい、まあ、同日ですね、ここの西川口ハーツで、デコ発 CD 発売イベント、やります。ワンマンライブも決まって、はい、11月の22日いい夫婦の日に、はい、ワンマンライブやらせていただきます。ありがとうございます、はい、楽しみですね。ワンマンライブ、ゆとりもこれまで。そうっていうのも、このサブタイトル、はい、ゆとりもこれまでなんですけど、まあ、自分たちも大学生、今4年生の年で、うん、まあ、ぼちぼち卒業になってまいりまして、ちゃんと卒業できそう、みんな、まあ、なんとか、まあ、まあ、順調にそれもあって、うん、もうゆとりゆとりと、そういう学生が、はいはい、もう終わりだ。なるほど、ね、最後、なんかありませんか、メッセージとか。じゃあ、今回のアルバムについて。そうですね。じゃあ後ろの二人から。フーリ君、わらびのフーリ君から。このダイヤルナイン、本当にわらびの皆さんに聴いてほしい曲がたくさん詰まってまして、いや、これは本当に自分がこう変われるような曲とか、背中を押せる曲とか、まあ、日常に寄せられる曲がたくさん入っているので、ぜひ、ライブに足を運んで CD をゲットしてダイヤルナインを聴いてください。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フーリ君でした。そして木田君。はい、今の自分たちの実力だったり思いだったり、そういったものが全部詰まったアルバムになってます。ぜひ手に取って聴いてほしいです。よろしくお願いします。はい、最後直人君から。はい、うん、じゃあそうですね、まあ、埼玉で育って、今もこうやって埼玉の音楽をやっている自分たちの、本当に今の最高傑作と言っていいほど、自信が、あるアルバムです。9曲入り、とっても、中身が詰まったアルバムになってます。ぜひとも、
手にしてほしいなと思います。ダイヤル9よろしくお願いします。お願いします。最後にあのゲスト曲をちょっと2曲ライブ映像をご覧いただきたいなと。どんなダイヤル9に入ってる、はい、曲2つで、なんて曲？1つが不揃い、不揃い、そしてもう1つがグッと突き破れっていう。突き破れ、はい、じゃあそんなね、はい、不揃いとグッと突き破れを聴いていただいて、はい、お別れということで、はい、はい、ね、はい、またぜひボイス遊びに来てやっていただけませんか。お願いしますね。ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで今回のゲストはリアクションザブッドのお三方でした。ありがとうございました。ありがとうございます。Oh,
一つ強い自分に明日からは胸を張って無理だなんてつぶやいて結局スマートフォンをいじって過ごしてたテレビをつければ同年代のプロゴルファー目の前のこともろくにできない自分にうとむらしさが込み上げる先に進めない今強く誓ってぐっと突き破れテレビをつければ少年代の不安が叫ぶ目の前のこともどうできない自分に役所のことでした。はい、ということで時間が経つ早いものでエンディングのお時間になってきたんですけれども、はい、今日はねリアクションザブッダさんにお迎えしてのボイスダンサー第第3回目、はい、いかがでしたでしょうかということで、はい、ね
あれですか、なんか今日も思い出の、はい、思い出の1枚、思い出の1枚をご紹介、ね、YKJ の思い出の1枚のコーナーです、ね、はい、前回高校1年生だったんですけど、はい、今度高校3年生の、はい、僕らの卒業式の後に教室で歌っていた、はい、これはわらび高校の教室何、3年8組 の, あの一番端 の, 端の教室で、わかんないよね、こんなの、まあ、ちょっとマニアックになっちゃう、うん、わらび高校の端の教室で、うん、まあ、3人友達と3人で、はいはい、あの弾き語りのなんかお別れライブ的なことをやっていた、その写真が出てきた。あれ、シュウゴ君ギター持ってますね。持ってますね、マニアックというか、まあ、レアというかですね、黒いギターを持ってます。未だに使ってますけど、はいはい、まあ、ここが、まあ、僕の、きっと最後、ギターを持った最後のわらび高校で最後にギターを弾いた。この次のライブは、YKJ として、はい、ドラムを叩いていたわけなんですけど、ね、なんとですね、はい、その YKJ としてドラムを初めて叩いた日から、はい、ちょうど10年後に当たるですね、はいはい、今度11月の29日なんかライブがあるらしいんですけど、なるほど、はい、僕たち YKJ ですね、活動本格始動して10年になるんですが、その、僕らの歩いた10年を、祝うということで。そうなの、祝いますよ、それ。おめでとうございます、もう、11月29日ここ西川口ハーツでワンマンライブやります。遊び来てください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは路上ライブも継続して川口駅で水曜日と土曜日を行ってますので、はい、もしワンマンライブに遊びに来ていただける方がいらっしゃったら路上ライブもぜひね、はい、合わせて、僕たちはまさに路上ライブから始まった、2人組のバンドなので、そちらの方もぜひ楽しんでいただければなと、はい、で路上ライブに来ていただいた際にはバイス見てますよっていう感じで、ね、大事なやつお声掛けしていただければ、はい、幸せです、幸せです、はい、ということで、はい、じゃあ最後に、はい、YKJ の新曲を、そうです、見てもらってご用意いたしました、お別れしていきたいと思うんですけど、はい、ロマンチックという曲なんですが、はい、素敵な曲です。これはですね、日常生活は本当にいろいろ大変なことがあります。すごい疲れたなとしんどいなと思ってしまう瞬間があるんですけれども、ある、まあ、特定の人と一緒にいる時間だったり、大切な人といる時間っていうのは、もうそれはもう現実なんだけれども、現実を超えた夢のような世界であったらいいんじゃないかなと思いまして、こういうロマンチックっていう曲を書きました。はい、ぜひね、結構割と中国も気に入ってくれてます、この曲は。ね、好きですもん。ちょっと歌の中にララララって歌う瞬間があるんですけど、ぜひ、うん、多分一回見てもらえればテレビ越しでも覚えていただけるようなメロディーラインになってるので、うん、テレビ見ながら、かっぱえびせんかなんか食べながら、ララララみたいな。よくわかんないけど、ね、あ、覚えてもらって、覚えていただいて、ライブでぜひ、ぜひ一緒に歌いましょう、はい、よろしくお願いしますということで、はい、それではね、また次回ボイスご覧いただけたらなと思います、はい、ということで今日はこの辺でさよなら。君が笑う、それだけでいい。現実は少し夢がない。大人はなんだか忙しい。それでもこの瞬間だけは魔法をかけよう。いざって君とロマンチックに、何もかもをロマンチックに。
星降る夜に月明かり手をつないで帰ろう。ラダルとは一緒に。言える人守りたいよと言える人こんな言葉はどうだろうかどうだろうか。君が笑うそれだけでいい。たまには喧嘩もするけれど笑いに涙にあるけれど不思議な魔法をかけ手をつないで帰ろう。 Clap your hands oh, oh, oh. Clap your hands oh. La 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 laIt's a yeah.